皆さんこんにちは。今日本が大変なことになっております。なんと2012年度中に日本の借金が1000兆円を超えるそうです。ところでこの東京タワー見えますか？見えませんね。東京タワーのところに日本の借金時計というのがありまして、それが今もう大変な額になっているのではないかと思い、様子を見に行くことにしました。今そういった借金時計があるのかどうかというのも、タワーギャラリー、おや、マザー牧場、千葉、あ、日本の借金マザー牧場になっちゃうかじゃないね。あ、こういうの近いけどね、これ意味わかんないですね。うわ、近未来、ご覧の通り、日本の借金時計は消えておりました。もしかしたら今ちょうど空いてるスペースがあります。そちらの方で、はい、昔あったのかもしれないんです。シリアの感動する経済館、2009年3月31日に告知なく終了の時勢にそぐわなくなったためとの見方がある。経済館は、はい、あ、もういらっしゃらない。はい、行方もわからない。今どこにあるのかわからないという意味で、結論として日本の借金時計はシャレにならない感じになったので、2009年に撤去、仮にシャレになる感じと、僕のピーポ君のモノマネで終わりたいと思います。それではさよなら。